よろしくお願いします。先ほどはですね、ルート DNS のシステム的な話だったんですけど、今度はもう完全にポリシーの話ですね。日本語ルートゾーン LGI に関する報告ということで、これに関しては2015年あたりから、ご内見報告会でも私、何度かご紹介してきたんですけど、実は、2022年、今年の5月末頃に、このルートゾーン、日本語ルートゾーン LGR の検討が完了したんでですね、今日は完了報告ということで、最終回になると思いますが、お話しさせていただこうと思います。はい、次お願いします。今日初めての方もいらっしゃると思うので、少し背景をお話ししますと、IDN-TLD、一番最後のドットなんとかっていうところに、IDN を書くことができるっていうふうになってきているわけで、すでにいくつかっていうか、いくつかどころじゃないんですかね、100近い数がもうあるかもしれないですけども、ASCII 以外のトップレベルドメイン文字列が、存在し、すでに運用されています。で、さまざまな言語スクリプトが、存在するわけですけど、実はその標準ルールっていうのが、ちゃんとまだ作られてないけど、とりあえず、始まってるというのが、正直なところでした。で、なので、今更ではありますがっていうことなんですけど、使える文字の集合とか、文字間の異対字関係と異対字ラベル、例えば漢字で言えば大学と大学、この2つは同じなのか違うのかとかですね。同じだというふうに認知するのであれば、2つとも存在していいのか、それとも同じだったら1個しか存在しちゃいけないのか、みたいな話とかですね。それから、ラベルの適切さ。日本語だとですね、ちっちゃなつっていう字があって、使えるんですけど、ちっちゃなつから始まる文字列はダメなのかとかですね。こういうルールを、決めて、かつ、世界中というか、TLB 全体だから、要は世界中ということになるんですけども、グローバルに統一されたルールにしようよということで、ルールを作り始めたのが2014年です。で、新 GTLD というのは2011、12頃から、申請が始まり、運用がなされているわけですけども、次の申請ラウンド、来年とか再来年になるかもしれないですけど、来年再来年あたりに始まる次の申請ラウンドまでには作り終えようということで、検討が始まったということです。で、言語ごとに生成パネルを組成し、それぞれの言語への標準ルールを策定。で、ここで生成パネルっていうのは別に言語を生成するわけではなくて、ルールを作っといて、で、あるラベル、思いついたラベルを掘り込むとですね、そのラベルが、どんな異対字ラベルを持ってるかとか、そのラベルは丸ですよ、バツですよとかですね、そういうのを計算できるようなアルゴリズムを、生成って呼んでるんですけど、それを検討するパネルを作ろうということで、標準ルールを策定する。で、スクリプトを共有する言語同士っていうのがあります。で、例えば、CJK と呼んでるんですけど、中国語、日本語、韓国語っていうのは、漢字を共有しています。すると、同じ字を使うんだから、強調してルールを作らなきゃダメだよねっていうことで、調整をするということがあったので、中国語を担当するパネルと、日本語を担当するパネルと、韓国語を担当するパネルは、お互い調整しつつルールを作ったということです。はい、次お願いします。で、ルートザ LGR の作成プロセスっていうのはこういうふうになってまして、ジェネレーションパネルっていうのが、今まで25か26あったと思います。言語スクリプトごとにこれが存在します。それから統合パネル。その作られたやつを一つのルールに統合するということですね。例えば中国語と日本語と韓国語、そのバラバラに、調整はしてますけど、ルールとしては別物ですので、それらを、統合すると。ルールとして統合する。
で統合したときになんかおかしなことが起こらないかとかですね、そういうのをチェックする IP と呼ばれる、インテレクションパネル。で、それが統合してルートゾーン LGR が作られるということになります。あ、一つ作られます。はい、次お願いします。で、じゃあ日本語の生成パネル、JGP と呼んでます。ジャパニーズジェネレーションパネルの活動経緯なんですけど、2014年の8月に、準備会合を開き、2014年の9月に正式会合を開きました。で、正式会合の中でどういう範疇でどういうことを検討しようかということを書き物に落として、2014年のうちに、ICANN の方にこういうメンバーでこうやって検討したいと思いますということをですね、提案書を書いて、ICANN に出して2月6日、2015年2月6日に正式な正式、あんたとこが日本語生成パネルですよっていうことが認定されたということです。で、2015年の5月から CJK の、調整会合が、始まりました。これ意外と長くかかったんですけど、始まりましたですね。で、それと並行して日本語のルートゾーン LGR の基本方針っていうのを合意しました。で、ちょっと後でまた出てきますので、ここは細かくはやめたんですね。それから、2017年の3月ですから CJK としては、丸2年かけてですね、遺体児の定義に合意しました。遺体児ってさっきあった大学の学が2つあるけど、2つとも使えるけど、これとこの額とこの額は遺体児にしますかしませんかですね。遺体児の場合は両方使えることにしますかしませんかみたいな定義をしました。で、実はこれ CK 間って書いてるのは、中国と韓国の間で、その漢字同士が遺体児かどうかっていうことで、いろいろ意見が違うので、C と K の間で話し合ったということです。で、実は、J の場合は、その上のプラス3つある真ん中に書いてあるように、遺体児なしっていうことに、基本方針を決めました。つまり、日本語においては大学の学が2つ使えるんだけど、その2つの字は違うんだっていう立場を取ろうということで、基本方針を合意し、ていました。ですから、違うんだって言ってて、で、中国や韓国が、いや、一緒だって言われれば、中国や韓国が一緒だって言うんだから、その2つを別物として扱うと、ややこしいことになるっていうことなんだったら、その考え方は、取り入れましょうと。インポートって書いてますけど、取り入れましょうという方針にしたんですね。日本からはその遺体児の定義には参画せずに C と K の間で作った遺体児を日本として受け入れられるかどうかだけを検討していくということになります。それからもう一つ大きな話は文字対の視覚的同一性に関し、これも決めなきゃいけない。例えばカタカナのカとですね、漢字の力っていうのは十分間違えるほど似てるかどうかみたいなことがですね、重要になってきますので、そういうことに関してはフィールド調査を日本の中でやりました。で、その結果を反映するというふうにしました。で、2021年にその視覚的類似文字の定義を合意し、もう一つ大きな話、2021年の9月には、申請文字列のみを登録可能とするということを、合意しました。例えばさっき言った大学と大学っていうのがあった場合にですね、簡単な方の大学っていうのが TLD として申請された場合は、難しい方の大学は使えないことにしようと。というのはこの申請文字列のみを登録可能っていうことなんですけど、それを合意したというのが2021年9月。で、これをもって、検討が集結したっていう格好になるんですけど、それを、提案書として文字に起こして、ICANN および IP に渡して、
それを検討した結果、それをパブコメとかにかけたんですかね。パブコメとかかけて、それのコメントも反映した結果、5月26日、今年の5月26日に、日本語ドットコム LGR が完成して、全体としての LGR 第5版に組み込まれて ICANN から公開された。というわけで、これをもって、まあ、完成したということで JGP が解散した。まあ、こういう経緯で8年、まあ、かかって、この検討がやっと終わったということであります。次お願いします。もう今、ほぼ口頭で話してしまったんですけども、使用可能な文字の範囲というのは、第一水準、第二水準の指数です。で、6300文字ぐらいあります。これは、.jp で使える文字と同じ範囲になります。外体字については、日本語独自 Y には存在しません。ただし、視覚的同一文字というのは、イタジにしましょう。例えば、さっきのカとカとかですね。あ、カと力かとかですね。そういうのは、まあ、十分見間違えるということでですね。大事にしましょう。で、片方使ったら片方は使えないことにしましょうということですね。から中国語、韓国語 LGR 定義されたイタジは取り入れます。インポートします。から、ラベル文字全体、ラベル文字列全体に関するルールっていうのは、まあ、ちょっとだけ作りましょうってことですね。長音とか繰り返し記号とかから始まる文字列はダメよ。とかですね。捨て仮名ですね。じゃあ、ちっちゃい字。さっきのちっちゃなつとかですね。あれも先頭文字して許されない方にしましょう。まあ、普通の日本語文字列としては許されてないようなものは許さない方にしましょうということにしました。それから、イタジラベルの使用可否ですが、これを先ほど話したように、イタジラベルは使用不可にしましょうということにしました。これが概要になります。次お願いします。で、視覚的同一文字というのは、この10組、ヘとヘとかですね、ハとハチとか。で、これ、実際に、まあ、いろんな人に、実験で見てもらって、十分間違えますね、この2つは。例えば、ヘリコプターってヘリコプターはですね、実は違う文字列なんです。これ十分間違えます。間違える人が8割ぐらいいたと思うんですけど、じゃあ8割も間違えるんだったら、両方が別々の TLD として存在しちゃまずいねっていう、まあ、判断をしたと。だから、ソニーとソニー1っていうのもこれまあ間違えるねみたいな、まあそういう話ですね。はい、次お願いします。ライタイジラベルっていうのは、まあ、これもお話ししましたね。例えばっていうのは真ん中あたりにもありますけども、国立大学に申請すると、まあ、簡単な学で申請する。あ、国もそうですね。簡単な国とか簡単な学で申請すると、ライタイジラベル、あと3種類できちゃうんですけど、まあ、これらについては使えないことにしましょう。で、申請した簡単な国立大学が使えるようにしましょう。ということにしました。はい、次お願いします。はい、これが日本語先生パネルのメンバーで、今日の会議にも出てらっしゃる、出る予定の、前村さんも入ってらっしゃる、高松さんも入ってらっしゃるという、この9人で、まあ、この検討をしたということになります。次お願いします。はい、以上です。どうもありがとうございます。本田さん、ありがとうございます。それでは、ただいまの日本語ルートゾーン LGR に関する報告について、ご質問などございましたらよろしくお願いします。挙手でもご発声でもよろしいですよ。いかがでしょうか。前村ですけどもよろしいでしょうか。はい、前村さんどうぞ。堀田さんどうもありがとうございました。改めまして、日本語生成パネルお疲れ様でした。本当に長い取り組みで、やっと、日本語の LGR が定まって、それをもって、ICANN における、ルートゾーンのラベル生成ルールの構築というのがバージョン5になって、ほぼほぼ、
やりたいと思っているところが全部できたというふうな状態になっておりますということで、あのとってもあの IDN を始めたときにルートゾーンに関してこういうあのバリアントの、管理ルールがないというところからあの構築するというあのすごくあの、根本的な営みというのがやっとできたというあのところで、やっとこの IDN があの、サブプロというのか次期ラウンドからもあのまともにあの使えるようになるというようなことなので、まあ、非常に大きいマイルストーンを達成したと思うということをですね、改めて強調してあのコメントに返させていただきたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。